おはようございます。今日の話は幸運と成功の法則という船井幸雄先生の本の中から月のある生き方という話です。人間は月のある生き方をしなければなりません。月がないのは本物の生き方をしていない時ですから、何をしてもうまくいきません。ですから、まず月をつけて運を良くし、そして心身ともに健康になり、人相が良くなることが本物の生き方をするための一つ目のポイントです。 では、つくためにはどうしたらいいのか。つくためには長所を伸ばせばいい。そして、どんなことも肯定して感謝すればいい。これがつくためのコツです。二つ目は、勉強して世の中のいろんなルールなどを知ることです。希望が持てるようになるまで勉強することが大事です。希望がないと妊娠は悪くなります。そして、自分の周辺に起こったことの理由を理解するのです。起こったことには全部理由があるのです。 自分の周りに起こっていることは、全部自分が引き寄せており、自分に責任があることもわかります。その理由を完全に理解して納得することが、本物の生き方をするために最も大事なことだと思います。船井先生は、本物の生き方についてこう言っています。一つ目は、自然に反しないで自然に従って生きること。二つ目は、できるだけ世のため、人のためになることをすること。 3つ目は人相の良くなる生き方をすることそれは我欲を減らしニコニコ笑って生きるそして決して人の悪口を言わずに褒めるようにするとにかく他の他者の長所を見つけてそれを伸ばすことを考える4つ目はワクワクする生き方をすること人間というのはワクワクする生き方をするために生まれてきたのです本当はこの世は楽しくて仕方がないはずなのです 5つ目は本物を知って本物と付き合ってほしいということです。本物に触れれば自分もそれだけ本物に近づきます。船井幸雄先生は起こることは全て必然、必要、必然、最善だと言います。世の中に無駄なものはない。この世の中に存在するものは全て必要なもので不必要なものはない。また、全ての出来事は必然で偶然はありえない。 一見すると偶然に起きたことのようなことも後から考えるとあのことがあったから今の自分がいると納得できます。つまりすべてが必然必要で最善だったということです。本物の生き方に向かって努力を重ね月のある生き方を引き寄せたい。じゃあ今日はこれで終わります。